地球上で主に北海道で繁殖する渡り鳥オオジシギについて IUCN 国際自然保護連合は準絶滅危惧種に引き上げました。大きな音を立てて急降下するため雷シギとも呼ばれるオオジシギは体長30センチほどのシギの仲間で湿地や開けた草地に生息します。春に北海道にやってきてパートナーを見つけ子育てをします。秋になると太平洋を飛び越えオーストラリアまで渡りますが2019年冬に起きた大干ばつで北海道を上回る面積の山火事が発生し生息地が干上がるなどの影響が出ました。日本野鳥の会の調査で3万5000羽から干ばつの翌年に2万羽にまで激減し近い将来絶滅が危惧される準絶滅危惧種に引き上げられました。野鳥の会は遠い国の異常気象でも北海道の生物に影響を与えると警鐘を鳴らしています。